あ増田チャンネルの皆様こんばんばは増田敏夫でございます、えー、今日は日本時間の午後2時北京時間の1時、えー、ロサンゼルスは夜10時過ぎですが <laughs>、まあ、あロサンゼルスには私の20年来の事業家の方がいまして、えーまあ、聖火大学の出身で <laughs>。 清華、まあ、大学の卒業生というと昔の日本の東大のようなもんで、えー、そうですね古い話ですが吉田内閣なんかがあった戦後ですよね、えー、あの当時日本の大臣といえば全部東大でということになってたそういう時代があったんですが、えー、今の中国もやはり習近平主席 聖火大学でですから、えーまあ、学伐というんでしょうかね、えー、周囲にいる、うんえー、いろいろな役人さん取り巻き、えー、それぞれの政治局員、えー、こういったところはですね聖火大学での人が多いわけです、えー、そのロサンゼルスの、まあ、20年来の友人なんですが同じく20年ぐらい長い友人がいまして。 えー、その方はですね、えーまあ、国営シンクタンクの理事長をしてられるわけです。えーまあうん、中国のいろいろ外交、あるいは経済政策についてですね助言をするシンクタンクということになってまして、えー、もうお一方はですね、 えー、何度も皆様方に言ったと思いますが2019年の2月の17日でしたかね、えー、この方が人民銀行の通貨委員長をやってられた時にお会いしたんですが、えーまあ、そのお会いするには理由がありまして当時トランプ大統領の時代でして。 中国を為替捜査国だと言ってですね制裁をかけるということをですね口にしていた頃なんですよですからまあ私のアドバイスで、えー、人民元とドルを1対7で固定してしまいなさいと毎日介入して、えー、まあいわば 今日銀が得意になってやってるイールドカーブコントロールというのと全く同じでですね市場に介入して、えー、まあ日銀の場合は金利を固定しているわけですが、うんえーまあ、私の助演ではですね市場を介入して、えー、ドルと人民元のこの冷凍1対7に固定してしまうとそうすればですね トランプ大統領は中国を為替捜査国というふうに、えーまあ、決めつけあるいは制裁をするということはできなくなるよとだからまあちょっと大変かもしれないからし知らないけれどもやったらどうかと言ったら本当にやりまして、えー、プーチン大統領からですね、えー 合わせ捜査国の汚名をですね回避できたということがあったんですがまあいずれにしてもですねこの方と3人私を含めてですね4人の話先ほどまあちょっと長々いろんな話が横にされたりいろいろありましてそうですね十何年前になりますかね えー、皆さんハワイに来てですね、えー、楽しく私どもと一緒に時を過ごしたこともあるんですがまあいろんなあ話もありまして、えー、まあ友達ですから、えー、何も固い話ばかりじゃないんですがまあいろいろお話をして私もですね、えー、<laughs> 習近平、えー、主席にまあぜひ。 ししてももらいたいといたととうことで私の考ええお伝えしました、えーまあいろいろあるんですが、うん、そうですね、えーまあ、言えることはですね、えー、今回のその話のです、ね、主題が、えー、バイデンのアキレス腱という話ですからつまりバイデンの弱みはどこにあるかと。 いう、まあ、話なんですよそれを私があ、まあ、助言としてですね、えーまあ、お話をしたわけです。バイデンの弱みまあ今新聞でいろいろ騒がれてますが、えー、バイデンさんの長男でハンターさんという方がいましてその人のパソコンがどういうわけか、えー、トランプ大統領の弁護士の手に移りまして。うん えー、中を全部この調べたらとんでもないことをやってるってことが分かりましてトランプ大統領はそれをですね材料に、えー、2020年の選挙で、えー、勝てると思ってたわけですがどういうわけだか検察も FRB も裁判所もどこもかしこもですね、えー、全く明快な。 ですね、証拠ハンター,ー長男のハンター,あー、まあ、弁護士さんやってらっしゃるんですがこのハンターさんのパソコンをです、ね、手に入れてしかもこれは正真正銘ご本人のものであるということは証明されてるわけですよ。でそこに入ってるものはもうことごとくまあ分かりやすく言ったら賄賂でありいろんなですね、えー、脅迫であり、えー ももう犯罪そのものなんですよ、ねえー、だからこれでトランプ大統領勝ったと思ったんでしょうが、えー、不思議なことにですね一切表に出なかったということがあるんですね、えー、ところが最近やっとですね、えーまあ、検査検察当局の方がですね 捜査、えー、を進めて、えー、今いろいろ事件になるようにですねつまり起訴ができるように今固めていると、まあ、こういうところなんですけどね、えー、まあそれも弱みって言えば弱みなんですがそういう弱みではない、えー、弱みがあ,あるんですね、えー。どういうことかというとまあ私詳しく説明したんですが。 差し障りのない話をするならばですね、バイデン大統領は今、あ躍起になって、このプーチン、ロシアの大統領、プーチンをですね、辞、え、任、ーまあ、に追い込むところまでですね、やろうという目標を持って、徹底的な攻撃をしているわけですね。 えー、まあご存じの通りスイフトという,う、まあ、国際銀行間のこのお金のやり取りがあるわけですがその情報をですね、えー、管理監督してるのがスイフトなんですよでこのスイフトっていうのはまあいわば銀行協会みたいなもんなんですが、えー、これをですね、えー、アメリカは我が物顔にですね 自分の脅迫材料に使うと人をですね人に制裁をかけたりあるいは人を脅迫する材料に使ってるわけですねどういうことかというとこのスイフトのシステムを通してお金のやり取りをしますとね、えー、マンハッタンにあるコレ,スコレスポンダントバンクすなわちコルレスというんですが。 あまあ、要するに中継銀行があるわけですよ。この中継銀行を全部通らないとお金がですね、えー、右から左に渡らないというこういうシステムになってるんですよ。そうすると日本と中国の間の、まあ、貿易やり取りそしてその支払い決済ということをやろうと思うとですね、えーまあ、ドルで決済しようということになるとですね全部この。 えー、コルレスを経由するためにですねその日本と中国とのビジネスのやり取りの情報がですね事細かく全部記録されてしまうんですよ。ねえー、ですからあーこれがですね、えー、もう実際にいろんなことが起こりまして、えー、証拠がないから何とも言えないんですけども何でそんなことを知ってるんだっていうようなことが多々あるわけですよ。 まあ、アメリカの CIA その他がそういう情報を使ってですね、えー、圧力をかけるなんていうことは今までですねもう数限りなくあるわけですが、まあ、証拠がないんで、ね、なんともしょうがないんですがやられた方はですねあ,あの時の銀行情報を取られたんだなということは、まあ、想像できるんですが証拠がないからなんともならないただ脅かされてですね、えー、しょうがないんではいはいと。 言って払うものを払うとかいうことが、ね、ずっと続いているわけなんですね。そういうこともあってですね、うん、ロシアのプーチン大統領が率先してこのドルを中心とした国際金融制度というものを終わらそうということでいろいろ働いているわけなんです。で今日のの話もその バイデン大統領のアキレス権というのはまさにですね、えー、この戦後アメリカが築いたドルを中心とした国際金融システム、えーまあ、IMF も世界銀行も アアジア開発銀行もみんなそうですが、えー、この制度はあ、まあ、確かに戦後世界経済を発展させることに貢献したといえば事実なんですがよくよく考えてみるとですね、えー、まあアメリカの金融支配経済支配、えー、ある意味ではまた軍事支配ということの一端でしかなかったんだと、まあ、言われればなるほどそうかなと。 思うとこもなきにしもあらずなんですよおそういうわけでですねえバイデン大統領はあこのープーチンを徹底的に攻撃して、えー、とうとうですねスイフトから追い出すというところまで今来てるわけなんですが。 えー、いつか私もお話ししました通り、それはむしろプーチンの望むところだと、その、うんまあ、バイデンに言わせれば厳しい、えー、制裁、えー、これにです、ね、しっぺ返し、えー、反撃ですね、えーまあうん、逆襲とでも言いますかね、えー、を今やってるんだと。 おーもっと言うならですね、えー、逆襲を促進するためにバイデンがですね、えー、プーチンに圧力をかけ制裁をかけているんだという部分があるんですよまあ、バイデンは口には出しません、えー、徹底的にですね、えー、プーチンをまあ 誹謗中傷までしてつまり戦争,戦争犯罪人だなんて呼び捨てたりですね、えー、人殺しだとかねこれ本当に大統領として言ってる言葉ですからね、えー、それで今のロシアの大統領の座をですね、えー、プーチンの座はですねふさわしくないとあれはやめさせるべきだってここまで言ってるわけなんですよ。ね でこれはもう徹底したプーチンの誹謗中傷にあたると、まあ、アメリカのホワイトハウスでもちょっと大統領のあの発言はまずかったっていうんで一生懸命弁解してるんですが、うん、これ <laughs> 大統領ですからねバイデンさんは、うん、まあ,あトランプさんと違ってですね えー、バリ残暴っていうんですかあんまりむちゃくちゃなことは言わないタイプなんですよその方がですね、えー、あえてここまで言うということになるとやはりこれには裏があるということなんですよ <laughs>、ねえーまあ、弱みといえば弱みなんですがアキレス腱といえばアキレス腱なんですが、うんえー、むしろプーチンあるいは習近平中国主席にとってはですね えーまあ、実に攻めやすいことをですね、えー、バイデン大統領が無意識かあるいは意図的にやってるというこの微妙なところをですね <laughs>、えー、いろんな私も知っていることがありますんでそれを交えてお話をしたというわけであります。 えーまあ、今話しているうちにも14分過ぎてしまいましたのでここは一旦切りまして、えー、引き続きお話をいたします。